皆さんおはようございます。最初は文字を唱えますね。オーム・サハナバトゥ・サハナバナトゥ・サハリヤンカワイ・ゼダッシナバリタマステマディ・ビシャワイ。バガバットギータ第10章超越者認識の道。思考者はさらに語られます。豪遊の死アルジュナよ、君の幸せを願い、真理に関する私の最高の言葉を君に話してあげるから、よく聞きなさい。千年の神々も祈
大な聖者たちも私の起源や全能を知ってはおらぬ。なぜならそもそも私があらゆる神々と偉大なる聖者たちの起源なのだから。私は不生無死であり全宇宙の至上主であると知る人は人間でありながらも宇宙の現象に惑わされることなく全ての罪の前から解放される。知性、知識、正気、寛容、誠実、忍耐、平穏、幸福、不幸、生、死、恐怖、そして無為の心、希望を呼ぶ、平成、満足、愚行、慈善、名誉、不名誉など、生物のこうした様々な資質は、皆私から与えられるのだ。私と同じような力を持つ七大死聖人や人類の四大先祖、マヌたちも皆私の心から生まれたし、彼らを祖として世界のあらゆる生物が発生したのである。このように多様な姿をとって現れる私の大いなる技と力を知る人は、不動の栄養価の心を持って、常に私と共にある。このことについては、全く疑いの必要がない。私は、あらゆるものの根源で、万有万物は、私から発生し、変化する。賢者たちはそう考え、全身全霊で私を礼拝する。彼らは常に私を思い、全エネルギーを私に捧げ、私について語り、互いに啓発し合いながら、無上の満足と喜びを味わっている。私を信じ、私を愛し、常に私に仕える人たちに、私は真理を言わがれるブッディーヨーガの力を与えるが、彼らはその力によって私のもとへとやってくる。終わり。皆さん、おはようございます。おはようございます。バガヴァッド・ギーターの五章の6節の説明は始まりますね。五章の16節、なんて77ページ、ジャニナトゥタッアジャナムイシャムナシタムアトマナハテイシャムアディッタバジャナムプラカーシャヤティタッパラム、ね、これ翻訳をノリケさん読んでください。その翻訳を16、はい、だが真の自我を知ることによって無明の闇を打ち破った人はその真知によって思考者の存在を明らかにする。16節ですか。はい、合ってると思います。ギャニーナトゥドドギャナ、そうですか。そうです。OK。はい、あとちょっとあります。ちょうど太陽が万物を明らかに照らすように。もう一回、ちょっと。はい。
だが真の自我を知ることによって無明の闇を打ち破った人は、無明の闇、うん、無明の闇を打ち破った人は、その真知によって思考者の存在を明らかにする。ちょうど太陽が万物を明らかに照らすように、うん、アーディッド、向こうで太陽のこと出てますか？太陽、はい、あります。うん、それについて、これギャナンは何ですか？知識説明しました。アギャナンは何ですか？それも説明しました。アートナ、魂は何ですか？それもしました。それから全てのプラサーをなくなって、で光出てますね。それを怒りは知識の怒り、それも説明して、それが何を表れてます？パロンですね。タッパロン、そのパロンがパロンなんです。そのパロンについて今我々はずっと説明してますね。でそれについて13章の12章、13章、14章で、今15章説明してますね。15章、13章、それから15節ですね。それから13章の15節、それで時々ちょっと、これで、ボヒランとして同じですか？向こうで何と16節ですね。16ですね、OK、はい、向こうあなたギターは16です。16です。165ページ、OK、で16、その説を我々は説明してますね。ボヒランタシチョブータナアチャラムチャラミーバチャスクスマトワタデビッギヤムドーラスタムチャンティケチャタス。覚えてますか？前の前回やりました、ね、そうですね、はい、それだと8月の時ね、それその説を説明してますね。そして終わってない、最初はボヒとアンタ、それを説明しますね。外も中も、例えば金の飾りを例を使いますね。金の飾り、中も金、外も金、それから波のも例を使いました。波の中も水、外も水、それですね。それからアチャラムチャラム、それも説明しました。みんなブランマンについて、ね、ブランマンはアチャラム、例えば動いてないもの、例えばものですね、例えば動いているもの、例えば生き物、生き物とものです。でチャラムが生き物、アチャラムがこれ動いてないものだけです。それ両方はブランマン。次のポイントは何ですか？これ、トット・アビッギンヤン。そして皆さんちょっと早く読んでください。これ、何が？どうぞ。トット・アビッギンヤンのところはだけでいいですか？全部じゃない。16編。16は、翻訳読んでください。はい、それブラフマンはすべてのものの内にも外にもあり、不動でありながら動き、はるか遠くにも極めて近くにもあり、その精妙さはとても肉体感覚では認識できない、それから今は
何がどうして認識できない、何を書いてあるの、肉体の感覚、センス、肉体の感覚では認識ができない、できない、どうしてできない、向こうで書いてありますか、とても精妙、はい、そう書いてありますか、はい、何を書いてあるの、その精妙さは、うん、微妙と精妙ですからね、ですけれどもね、これはとても精妙ですから、それを理解することはできないですね。これは認識することをできない。それ知っている、する、だから知るですね。知るは認識、認識、例えば何ですか、いつも感覚と認識の関係ありますね。感覚で認識します。心で認識します、そのことは使いますか、心で認識する、います、心で何が理解しました、認識、それは使わないですね。心で認識しますはあまり言わないですね。そしてもしその翻訳そんなに補活的ではない、なぜならこっちで例えば感覚でこれ理解できないけれども心で理解はできる、心で知ることできる、それがイメージ出るの可能性ありませんか、感覚でできない、ですけれどもこれ感覚でできない、認識できない、どうせ精妙ですから、ですけれどもその種類精妙も例えばとてもとても精妙物質もありませんか、ね、ある種類物質ね、マタとても精妙ですから認識はできない、ブラモンがそれぐらいものですか、ブラモンはそれではない、そのものではない、その意味で精妙は理解しないのがいい、私言うこと分かりますね、認識はもちろん結構ね、これ、うん、精妙なものは、うん、見ることできない、認識はできない、でそれは物質についてそのイメージが出るの可能性ありません、例えばジャールですね、ね、例えばコロナの見えないですね、見えないですから困ってます、もし見えますというのはすごく守ることはできない、見えないですから分からないですね、どこから来ます、どこから入ります、分からないです、それが一番大変なことです、それが一つ例です、ですからコロナのジャーム、ジャーム何がこのジャーム、ジャーム何日本語コロナはバイラスですね、まあ、バイラス、うん、バイラスがいる、そのバイラスがブラモンですか、え、そのバイラスは見えない、認識ができないですから、ブラモンのそのこの言うことはブラモン、例えばバイラスがブラモンです、言わない、それがそれではないんです、バイラスはどうしてそれではない、バイラス同じイメージしてください、それぐらい、それぐらいいろいろいっぱいこれ精妙なもの微妙なものいっぱいあります、どこで見ることできますけれども、ね、マイクロスコープ、テレスコープですけど、それもできないもあります、ね、それもできないですけどある、でもそのものが物質です、それもあります、なぜなら
その種類物質とても精妙なもので物質とブラッマン何が違いますか。その物質は特徴なんですか。始まります育ちます、存在してます、育ちまでなくなります、そうではないですか。それブラッマンがそうではないです。ブラッマンは始まりもない、ね、衰えともない、なくならない。そしてそれをブラッマンの何や定義もし比べますと、物質の定義比べますと合わないんです。そしてそれは絶対それが無問ではない。そして理解するはできない。認識だけ使わないで理解するはできない。知ることはできない。そうしますと皆枯渇的に、心でもね。例えば感覚でできないですけども、心で理解するの可能性ありませんか。それもあります。ね、感覚でできない、道具を使ってもできないですけど、心で理解はできます。ですけれどもそれではもない。今の心の状態で、今の頭の状態でそのものをブラッマンの理解することはできないんです。わかりますね。スクスマットは、スクスマは精妙、普通の精妙なイメージではない。精妙よりも精妙ですね。そして認識、例えば感覚だけではなく、ね、外の道具、中の道具、二つありますね。外の道具は目に見ている、中の道具は心、知性、ね、例えば頭、それでは中の両方でできない。ね、thought of it again。ですけれども、thought of it again が例えばブラッマンを理解することはできない。ブラッマンを悟ることはできない。と、ですけれどもまたその言葉ありませんか。ブラッマビート、ブラッマノワラ、ブラッマ、ブラッマンを知ってます、ブラッマンを悟ってます。昔の聖者ジャッギョバルカ。みんながノアラブラッマンでしょ。ブラッマンのことを知ってますの。矛盾ではないですか。先言ってます。ただビッギャン。ね。理解することはできないんです。ですけれども、どうしてその言葉もあります。ブラッマビット。前書きましたね。ブラッマビット。ビットは知ってる。知ってるのは悟る。悟ることができる。例えば、エグザンプルはヤッギャバルカ。聞いたことありますね。前何回見ましたね。ヤッギャバルカ。覚えてますか。ヤッギャバルカ、聖者の名前。覚えてる。で、また、ジャナカ。ジャナカもブラッマね。ブラッマギャニ。ブラッマビー、ブラッマギャニ、ブラッマのことを知ってます。それが矛盾になりますね。こっち行ってます。ブラッマのただビッギャン。理解することができない、ね、でもう一つはアグノスティシズム、不可知論。聞いたことありますか。不可知論、不可知論、ね、不可知、不可知論、不可知論、アグノスティシズム。これ一つ考えは何ですか。その人哲学者の考えで、神様いますけれどもアンノエブ、で神様を信じてない。それだ、神様を信じてますけれども、悟ることはできない、理解することはできない。同じことですか。それではない。もちろんヒンズー教で例えばティース、ダイノスティシズムが先に言いましたね。これ神様いますけれども、それを理解するはできない、悟るはできない。それが不可知論ですね。ですからもう一つは神様を信じてない。それもう一つ哲学者もいますね。全然神様の存在がある、それを信じてないです。これ、エテイスト、英語で言ってます。エテイスト。神様を存在してないんです。もう一つ神様いますけれども、で、悟ることはできないんです。それが不可知論です。
もう一つ、もう一つが本当は神様はいます。ですけれども、何ですか？悟ることもできます。そして、さっき言ったアグノスティシズムみたい、トドビギアン。それ、知ることできない、悟ることできない。それがプカチ論ですか？プカチ論ではもないんです。何の意味ですか？なぜなら、本当は知ることできない、本当は悟ることができないなら、ですね、どうして聖典の意味がないですよ。聖典いつも言ってます、それがあります、それを悟ることもできます。それのためにこれ聖典です。聖典の本とプカチ論の本が違うではないですか。全ての聖典は神様はいます、それを悟ることもできます。そしてそのトードアビギアン、どうしてそのこと言っています。例えばまた別のウポニシャドの中にあります、前言いました、オーバンマナサゴーチャロン、前言いましたね、オーバンマナサゴーチャロン、それ前も覚えてますか、本田さん、オーバンマナサゴーチャロン、忘れました。オーバン、バンミス言葉、言葉で理解するはできない、マナサ心でも理解するはできない、それはオーバンマナサゴーチャロン、それはとてもみんなキーワードですからね、とても大事な大事なコンセプトですから、皆さん覚えてくださいね。それが勉強のためにキーワードのとても大事なコンセプトがワードありますね。といつもあまり説明しないで皆さん覚えますと、私は説明が楽になりますね。とオーバンマナサゴーチャロン、ね、一つ皆さん例えばちょっとリスト作った方がいい、それがキーワードのリスト、キーアイディアのリストですね。例えばサーチータムの、例えば何や5つの要素ね、それをちょっとリスト作りますと覚えやすいです。とさっき言いました、オバンマナサゴーチャロン、ね、何回も同じことをもし私言いますと分からないと私は無駄になりますから話を。そしてリストを作って、ね、その人に大事な言葉、私言うこと皆さん聞いてますか、あ聞いてない、聞いてます、従ってください、ね、そうしないと if I see, look your face blank、 何も分からないそれ私なんか、ね、話は無駄になりますから、そして please make it 一つリストを作って、ね、私言いますとすぐそのリストをいつも持ってください、リスト見て OK、 もうその説明します、知ってますか、わかる皆さん、それをもし勉強したいならそれをしてください。でそれで一つ聞いた、例えばとても大事なこのコンセプトのワードがサンスクリットでオーバックマナサそれからそうですね、もっとキーワードが例えばパトンジェリーの何がおい、例えば何ですか、例えばいろいろベダントの交渉がありますね、オンナマヤ交渉、それも一つとても大事なポイントです。オンナマヤ交渉、プラナマヤ交渉、モノマヤ交渉、ビッキャナマヤ交渉、アミンナマヤ交渉ですね、交渉の話もとてもとてもキーコンセプトです。もう一つは感覚、例えば、ね、肉体いろいろレベルですね、肉体のレベル、感覚のレベル、生命エナジーのレベルですね、それ心のレベル、知性のレベル、
それから何だっけ、栄光のレベル、それから何ですか、自我のレベル、でそれを本当にキーコンセプトでした。もちろん大事なコンセプトです。それいつもリストを作って、もし分からないとすぐそれチェックしてくる、自分それ勉強のためにそれ大事ですから、ね、とそれがオバク、モノソ、ゴーチャロンで一緒にこれ発音しますと、オバン、モノソ、ゴーチャロンになりますね。オバン、モノソ、ゴーチャロン、ケイがウォになります。これ文法の関係ですね。オバン、モノソ、ゴーチャロン、意味なんですか、バック、バック、例えば何ですか、話、会話の感覚と、会話の感覚だけではなく、それシンボルみたいです。全部感覚のシンボルはバック、ね、バック使ってますけど、バックだけではなく他の感覚でも、ね、意味と、マナサ、心、それから全ての感覚と心で、ゴーチャロンが意味が理解する、できる、理解する、あ、お、意味なんですか、できない、ね、こう、も、ひ、同じです。これセット字ですですね。これおありますと、例えばできない、わかる。そして感覚、みな感覚、心でブラマンのことを理解するはできないんです。それがオーです。オーバングマナソゴーチャロン、ね、前何回言いました、オーガできるね、ないの意味で、ヒープーモン、それで、そしてオーバングマナソゴーチャロン、さっき言いましたトップアビッギアン、一緒でしょ、もう分からないですけど、またどうしてブラッマビート、そのことはあれば、ブラッマギャニー、ブラッマビート、ソロモンの言葉を使ってますでしょ、ありますでしょ。我々目的はブラッマのことを悟る、それが人生の目的ですからね、信者の目的ですから、それは矛盾ではないですか。聖典の中にある部分はトドビギアン、できない、理解することできない、することはできない。でまた論文の悟るはのために、みんなヨガが一つ一つ悟るの方法ですね。でそして何ですか、どうして言ってます、それのもん、たとえその何がこれリドル、ミステリー、例えばパズル、パズル、日本語なんですか、パズル、クロスワードのパズル、パズルが日本語パズルですか、OK、そのパズルです、これパズルでしょ。で、みんなヨガを一つ一つは悟りの方ですけど、それの中に書いてあるのトドリキヨン、できない。どうして何の意味でできないいうことを、心の今の状態で理解はできない、その意味です。この心はもし純粋になります、その知性は純粋になります、その種類純粋した心で、もちろん感覚でできないんですけれどもね、感覚のリミットか、力のリミット、これ本当は限度がありますね、感覚の力、わかる、感覚の力は、でその心の力はそれぐらいじゃないんです。心の力はとってもいっぱい、その種類心、今の心はジュタヤなんですか、ラジャス、トマス、知ってますか。もう一つはラジャス、トマス、サット、それに一つキーワードです。一つ作った方がいいじゃないですか。どなた、みゆきさん、あなた作ってください、そのリスト。
作って配るんです。ああ、リース作って私に見せて。ですけれども、双方がみんな助けますでしょ。で、それは私は話の前チェックします。どなた持ってました。どなた持ってない。もし持ってないと結局はお休みバイバイ。その人に厳しくにならないといけないんです。え？So I want you, 皆さんのコアパーション必要でしょ。モアラズだけ話します。我々に楽に座って。楽に座。OK。それで一つ作って、本当はセリアじゃないですか。作ってくださいね。作って大事なポイントで、で皆さんに絶対毎日持ってください。でそれで最近何言ってました？で今の状態、今の心の状態でアビッキーオンできない。どうして？ラジオストモスあります。でラジオストモスの特徴知ってます、もちろんね。でいろいろ怠け者で間違いのこといっぱい、暴力、それ野心、知ったる嫉妬、欲張る、執着、欲望、怒りでいっぱいしていろいろ、サンスカールもいろいろありますでしょ。それサッタラジャスタマスを何か直し、断でそれを変化してサッタになって、またサッタも超越しないといけないんです。で今の状態はそうですから、最初の今チャレンジはラジャスとタマスを変化してサッタになる。でバガヴァッド・ギータにいっぱいヒントありますでしょ。17章と18章のいっぱいサッタラジャスタマサッタいっぱいあります。その後最後のチャレンジはサッタも超越しますと、その時ブラッドギャンができます。わかる？そういうトドビッギャンが今の我々の状態で、心に今の状態でこれは理解するはできない。認識するだけ、認識だしますとちょっと意味がちょっと狭くなります。だから心でもできないんですから。そして何が大事です？オビッギャン、そのポイントはまたこれ言いますけれどもね、それでまた17章と一緒に少し言ってください。17節ですね。13章の17節読んでください。翻訳読んでください。みんな一緒に17章、向こうは18章多分かもしれないですね。18章、ジョーティシャン、オピタジョーティ、何節ですか？18節って取りまして、アバタクバクタやってないの、アリバクタ。ジョーティシャン、オピタジョーティ、13章の18多分。18なんで読んでください。サンスクリット何があります？オーケー、それです。あ、じゃあそれの翻訳どうぞ、みんな一緒に読んでください。それブラフマンは光るものの光源であり、明暗を超えた存在でもない。また知識であり、知識の対象でもあり、知識の究極の目的でもあって、ここすべてのフリーの中に住んでいる。
ね、どこに住んでるに目が回すと。お父さんはあんまり分からない。何が？どこにいます？心臓。ちょっと翻訳が。これ、ワニの中にどこに？フリダっていう。フリディの何が骨が何があります？心臓で本当は皆さん肉体的な心臓のイメージ出ますからね、でもちろんフリディの本当の翻訳はこれ心臓ですけれども肉体的な心臓ではないんです、スピリチュアルハートですね。それを見ること、それは見ることできないです、ね、ありますけれども、ね、それは肉体的な心臓ではないです、ね、でリディがリダヤ、ね、リダヤはそれが本当の、もし翻訳しますとそれが心臓、それは間違いではないですけれども、イメージとしてちょっと今ちょっと全然違うんです。だから我々サンスクリットでそれから、ね、サンスクリットでそれ同じ言葉ですけど前後関係で意味が全然違う、ね、と英語でも heart も同じです、ね、He has a good heart あります、そのことありますね。 She has a good heart, very good heart, good hearted person。 その意味でもちろんその心臓がとても良い心臓がよく働いてます、心臓の病気はない、その意味ですか。She's a good hearted woman and her heart is very good。 その慈悲で言うんですね、慈悲深い、その意味です。でそれがそれと肉体的な心臓は違いませんか。で日本語のちょっと難しい、いろいろ言葉語のいろいろありますね、いいこと、とても何が特別な言葉はあります。でしかも時々翻訳をちょっと難しい、それ一つは心臓です。日本語でそれは使わないんですからね、その意味で、うん、ですけどスピリチュアルハート、皆さんそうイメージしてください、ね、スピリチュアルハート、それを中にそのスピリチュアルハートで、スピリチュアルハートの中にこれ存在してますね。でそれ今比べてください、前言いましたで理解するはできない、オビギオン、でまた次は全ての心の中にあります。で、ちょっと矛盾ではないですか？中にありますけれども、どうしてでシャッさせることができるんですか？皆さん、中にありますでしょ？言ってますでしょ？サルバッサ、ヒディサルバッサ、ヴィシティタ。ありますでしょ？全ての心の中にありますけれども、また、トップアビッギアン、理解はできない。矛盾になりません。矛盾ではない。何が前言いました？ありますけれども見えないんです。で例えばさっき言いましたね、これ池、そんなに深いではない、その池の水で、それの中にあなた沐浴の時、例えばあなたが一つ金の飾りは落ちてました、落ちてますからあなたは探しますでしょ。だもしその池の水は汚いだったら、何汚いと水はいつも動いてます、風のそれを見つけることできないです。あります、絶対あります。何落ちた、あなた知ってます、落ちますか、絶対あります。ですけど水はもし汚いと、水のもし動いていつも動いて波がありますと見えなくなりませんか。そしてどのように見ます、サドヒディサドバスヒディディシティタムの同じあります、ですけれども見えない。どうして見えない、さっき言いました心の池、今の心の池は状態は何ですか、汚いです。心の池の水は汚い、
だけではなく、いつも何か波が出てます。そして見えないです。ありますけれども見えない。で、心の水を汚いの意味なんですか。さっき入れます怒り、うのぼれ、自我で入れを汚いです。あ、いつも動いてます。落ち着かない。どうして落ち着かないですか。心の池の水はどうして落ち着かないですか。みゆきさん、はい、いつも欲望で動いてる。そう、欲望の風欲望の風、朝起きてすぐ始まります。いろいろ考え、英語サンスクリットで言ってます、サンカルバビカルバ、これしますこれ、あ、これはしない、しますしない、しますしない。朝起きて起きた後すぐ仕事の関係で、それをしますしない、これをしますしない、始まりますよ。で、何か寝るまでずっといつも心の中にね、しましないね、欲望で、それの風ありますから、で静かにならないです。で静かにならないですから中にいますけれども見えないでしょ。例えばさっき言いました、風にありますけれども見えなくなります。そう、条件は何ですか。見るの条件、最初はきれいになるのに、きれい、水、池、そして何ですか、静かになるのに、そして矛盾である。最初言いました、 thought of again、 それも正しい。今の状態はラジャストマスでいつも動いてますけど、何ですか。ですが、それをもしきれいになります、きれいし、ともう一つ静かになります、それ見える、わかりますね。なぜ皆さんに言います。で、それのために何が必要です。今の心の状態を、今の頭の知性の状態を変化しないといけない。皆さん聞いたことありますか。そのことは一回、 To die before death。 増田さん聞いたことある。死ぬ前の死ぬ、死ぬ前の死ぬ、死ぬ前に、死ぬ前に死ぬ。わかる、イメージ出てます、出ますか。死ぬ前に死ぬ、イメージ出ます。自殺もちろん私は自殺のこと言わないでしょ。それ何のイメージで、死ぬ前に死ぬ、何の意味で。イエスも同じことを言ってました。イエス、何だ知ってる、うん、聖書の中に、聖書の中に何があります、うん、You are to be reborn、うん、to enter into the kingdom of God、うん、もし神様の場所に入りたいなら、また生まれないといけない。その生まれ、キリスト教は何が、これ、輪廻に信じてないんでしょ。輪廻に信じてないですから、その意味は生きている間、わかる？生きている間、また生まれないといけない。難しい？言葉、私言うことわかりますか？生きている間、また生まれないといけない。その意味が何ですか？また生まれる意味？肉体的でまた生まれることできないですよ。何の意味でまた生まれる？何の意味ですか？
どうぞ答えてください。何の意味で、生見さん、はい、いますか、いない、います、隠れてます。何が、何の意味で、心を入れ替えるとか、そういうことかなと思いました。そうです。それで、皆さん答え知ってますけど、どっちで黙ってますか、どうして答えてないんですか。みんな頭いいでしょ。え、本当はそうです。でその意味はシンボリック、例えばこの心を変化しますと、例えば私はまた新しい命ね、外から分からない、ですから中は全然違う。聖者は尊厳なんですか、聖者になる意味なんですか。中のものはチェンジしてます、外は同じ人です。外はあまり何も変化しない、中のものはチェンジします。例えばあなた何がカバンの中に、バッグ、カバンの中に前石、全部石が入っています。と、まあ、石を出して、もし金を入れます、金、外から何が、袋が外から見ますと一緒ではないですか。で中は全然違いませんか、石と金違いません、ね、同じことです。外から見ますと何が変化ですね、中は心は変化しますと、全然罪人は聖者になる。ね、でそれを知って、一つは福音の中には何回もあります。で心の今の状態、知性の今の状態で神様を理解、悟りはできないですけれども、心は清らかになったら、知性は清らかになったら、シュッダーマン、シュッダーブッディ、シュッダーはが純粋です。シュッダー、シュッダこと聞いたことありますか。シュッダブラマパラテパロラムカラタマコパルメシャロラム、ラムナもありますね。シュッダブラマ、純粋なブラマ。シュッダブラマパラテパロラム、聞いたことある、そのこと、ありません。教会の知り合いはラムナムの歌、とても美しい。カラダマコパルメシャルラムシシャタルパシュカニドリタラムブラマダマラプラルティタラム、その感じです。シュッダピョーで、シュッダーマン、シュッダービッディ、マンがマナス。で、福音の中に、スラム書何回も同じことを言っています。ね。仏の心、今の心、現在の心、現在の知識、知性で分からなくても、その変化して、清らかになりますと、その種類心で、その種類知性で、神様を見ることで悟りができます。なぜなら今の鏡はとても汚いですから、太陽の反射は見えません、できないんです、反射の太陽の。もしきれいしますと反射できますでしょ、きれい反射できます、でとても明るくなります。そして同じ心をと、もしきれいになりますと、
姿勢、それにアトマンの何がこれ反射をよく見えます。リフレクションオブアトマン、わかる？と心、例えば鏡です。姿勢は鏡です。アートマンがありますから今見えないんです。その種類心の鏡で、でアートマンの光をよく反射はできます。どうですか、イメージできました？皆さん、あの分かりにくいイメージできました？できました。え、それがイエスの言うこと、また生まれないといけないです。その意味です。それラマクシの福音に勉強しますと聖書も理解もっとできます。これ皆さんのキリスト教の信者の経験です。ラマクシの福音を読んで聖書をよく理解できました。あれはいつもね、ちょっと神秘、例えば何がイエスの言うことをいつもとても神秘的みたい、パズルみたいありますね。でシンボル的で本当に深い意味があります。ここであまり説明少し時でありますがないんですね。そして一つ物語あります。聞きたい、聞きたくなる聞きたいですか？はい、はい、はい、OK。 何ですかこれ？オウム、わかる？オウム見たことありますか？のりこさん、オウム見たことある？日本にありますか？たまに、あまり普通見えない。インドで結構森がいっぱいあるんじゃない？見えない。色が何ですか？オウムの色、緑とか、緑とか、あ、ブルー、ブルーですね。ブルーはグリーン、グリーン、グリーン、グリーンです、ね、グリーンです。ですけれども何がある？これ首が赤いです。赤い、それがオウムですね。見たことある？これこの部分がちょっとラインみたいなんです。これレッドライン、オウムです。でそれオウムの話。あるビジネスマン、ビジネスマンは分かりません。ビジネス。ビジネスマンは何が？ペルシア、ペルシアとイラク、これどっちでもある国。ペルシアのビジネスマン。インドから一つオムを買いました。そのオム、とても特別なオムです。何が特別？人間の同じ話し事できます。人間の同じ。だけではなく、とても賢い。賢いですね、そのオム。そのビジネスマンはそのオウムを自分の部屋に、うちに持って行って問題の時相談してますどうしますか問題ね、結構問題ありますよ。ビジネスといろいろ関係で結構問題あるんですが、いつも相談してます。コンサルティングですね、コンサルティング、まあ、あれはビジネスの関係でコンサルティングありますね。コンサルティングある、お金いっぱい一緒ですね。でオウムはとても賢い、賢いいろいろね、アドバイス助言をされます。でとても好きになってますね。で、ある時そのビジネスマン、またインドに行きたい、ビジネスの関係でまた行きたい、そのペシアのいろいろものを持って行って向こうに売って、でまたインドからまたいろいろものを、ペシアの物を出てな、ないものでその感じで売ります。それはビジネスです。
でそれインドに行く前みんな親戚と家族の皆さんあなたのために何を贈り物何が持ってますか何が好き全然普通じゃないですかそれ大切じゃないですか他の国に行きますで皆さんいましたで主にもいましたあなた何の贈り物が好きですかあなた 何のものを持ってますかという思うの答えは主人様主人様いますご主人あご主人ご主人あなたとても慈悲深い私にとてもいろいろ面倒見てますけれども私はあまり物があまりいらないんです物がいらないですけれども一つことを私知りたいんです物があまり贈り物好きではないんですけれども一つ物を知りたいその物何の物を知りたい向こうで我々の親戚結構いますね思い言ってます思いの親戚も分かりますかそれをみんな思うでしょともし親戚を見ますと、ね、思うんです尋ねてください何を尋ねますで私は今は鳥かごにいますねどのように私は自由ができますご主人様あなたは私にいっぱい面倒見てますさせてますいうものですけれども私はこれが知りたいです今自由でトンボできないですねトンボですね飛ぶはできないと私はそれを知りたいですとそのビジネスの OK マッチェンそうしますで向こうにビジネスねいろいろものをペシエから持ったものを売ってインドからいろいろものを買ってビジネスのためにで皆さんの贈り物のリストを見てで買いますで戻ってます戻るとき突然オブの自分のうちのオブのことを思い出しますはいオブはそれは尋ねたかったそれ答え欲しいですどこで探してたのどこにオブがどこにいますどこにはで突然言いましたいっぱい思うは飛んでますでそのビジネスマンを皆さん聞いてください何皆さん飛んでますであなたのあなたたちの親戚ね私うちにいますからそれ一つものを知りたいそれあなたはであなたにあなたは行きますが私の親戚に尋ねてください親戚があなたの答えに行きますと私に言ってくださいとそのうちのオムの質問はどのようにそのオムの何か取り掛けの取り掛けからどのように銃ができますか出ますじゃなくて出ますできますか面白いがみんなと飛んでましたねこれ思う一つがそれを聞いて突然落ちた落ちて何が死んでますそれをとても見て悲しんでましたです、ね、そのビジネスあ多分ねこのうちのもののこと大変な状態聞いて大きなショックを受けて死にましたでとってもとても心痛くなりましたしょうがないですねですから知ってますか皆さんその物語知ってる人いますか誰でもいないあなた少し全部かもしれない少しあちこちあちこちかもしれないで戻りました戻って皆さん他の親戚にいろいろ経験
と言ってみんないろいろ何頼んだいろいろ贈り物を渡します。ですけれどもお坊の部屋に入ってなかった。だから入りますとすぐ尋ねます、何どうでしたか。そしてほとんど入ってなかった。ある時無意識無意識で入ります。入ったすぐお坊はご主人様私のあなたの質問がありましたからどうでしたか尋ねましたか。しょうがないですね、嘘を言わないですから言わないといけないですね。でねえ私ねあなたとね親戚を見て質問しましたからねあるあなたの親戚はそれ聞いてとてもショックを受けて、ね、飛んでましたけれども落ちて死にました。あそうですか。それ聞いてすぐうちのおもも落ちてました。死んでました。今考えてください、どれぐらいショックですね。一つ前の親戚も亡くなりました。今うちのねとても好き、それを思うもそのことを聞いてね、私親戚が亡くなりました、私のことを聞いて親戚が亡くなったからうちの思うも亡くなりました。で亡くなりましたから亡くなって死んだ思うは誰でもと同じだな、持ってないでしょ。死んだどうしますか。何これ鳥籠ですね。これを開けて、まあ、場所を開けて外に出店する。それもあとどうする。突然鳥籠をまた生きて鳥に近くにいる鳥に飛んでます。それですね、もうびっくりしました。どうしてですか。死んでましたでしょ。ですからどうしてまたやと思って、その時とてもびっくりして、でたら見てました。でどうしてあなたがだけ私はあなた亡くなったみたいに亡くなりました考えて私はあなたに出す外に出しますから、どうしてあなた生きていますご主人様、前の私の親戚のメッセージは私は理解しました。そのメッセージが何ですか。自由になりたいなら一回死んだ方がいい。それを前の親戚が落ちたな、それが私のためにメッセージです。本当は死んでなかった、死んでいる、死ぬの真似しました。わかる？死ぬ真似しました。それは私のためにメッセージ。私もそうしました。そうしましたから今また自由できました。メッセージわかる？もし本当は自由が欲しいだったら死なないといけない。これ何が死ぬ？変化する。心の変化する。知性の変化する。知恵の変化する。わかる？それが意味です。If you want to enter into the God, kingdom of God, you have to rebirth. それが死ぬ前に死ぬ。死ぬ前に死ぬ。わかる？増田さん？わかりますか？その物語、はい、死ぬ前に死ぬ。固定的な意味です。ですから皆さんは否定的な意味で自殺しています。ね、大変だったら体を何か、ね、私自殺した、殺した。それは問題がなくならない。ま
また別のレベルでとてもとても大変な状態に入ります。お化けの状態ずっと続きます。幽霊の状態ずっと続きます。もっともっと大変です。そして助言はそれではない。もし殺したいなら体を殺しないのこと、体の殺すのことを考えないで心の殺すのことを考えてください。ね。心の殺すの意味は何ですか？心の変化する。So if you have to think of suicide, not think of killing the body, killing the mind.そうしますと、あと本当は変化はできます。その時はただビッグゲームですけれども、今の状態でヘディサルバスディシティドン、ね、これは邪行時間。ね、ジャコジカの同じことです。ジャコジカ知ってますか？シカですね。ジャコシカ、ジャコジカで中にいますけれどもね、ジャカジコ、ジャカジカ、ジャカジカです。ジャコジカですよ。ジャコジカ、ジャコジカ、ジャコジカ伸ばしますね。ジャコジカ、ジャコシカです。邪行しか邪行時か同じ中にありますけれどもね、とてもとてもきれい、香りが素晴らしいで見えないんです。ですけれどもあちこち探してます。ですけれども本当に自分の中から出てます。それを知らないんです。でみんな我々は邪行時かの邪行時かの状態です。本当の楽しい本当の知識の源は中ありますけれども、私いつも外に探しています。外では本当楽しいのものは中にいます。外は少し反射だけになります。本当の楽しいの源は中です。それを探さないで、もし外に探しますと、おい疲れてで間違ってで皆最初に失望になります。探しましたけれどもできてませんでした。でその失望状態を持って死んでます。みんなほとんどそれではないですか。もしとってね、みんな探してましたけれどもできてなかったです。でサミジ言ってました。一つサミジの本の中にあります。ある部屋にある人寝てました。でその一つは音を聞こえました。その人はどこから音聞いてます出てました。探してますね、部屋に。普通はどこからその可能性ありますから、その音出るのどこから可能性あります。あどこから出てます。部屋に。簡単な質問です。ある部屋の何のものからその音の出るの可能性ありますか。何のものから？え？風呂からと音その出てますから、あまりと聞いたことないですよ。どこから出てた？何のものからその3？わかる？
本当は同じではないんですけど、音では。雨の可能性ありますけど、それはコンクリートのではないです。うん、そう、金の屋根だったらそれでいいです。階段？とっても簡単です、答え。あ、時計？あれ、どうして皆さんがそれをイメージ出てないんですから、時計から出ます。皆さんそれ出てないんですか、その答え。え？普通ではないですか？時計から出ませんか、普通。あまり難しい質問ではないですね。Very easy answer。 時計から出ます。ですけれども、その部屋に時計はないんです、ね、可能性ありますが時計はないんです。今最近前私ホテルに、ね、行くとき、いつも私邪魔してますね。私とても大人ちょっと敏感ですから、寝ることできないんです。ティックティックティック、それを私はそれを取って、例えば何か棚の中に入れて、で外で寝てました。で最近は今音が出ない、それ今結構ありますね、音出ないんです、リジタルによる。ですがそれ時計ではないんです。どこから出てます？今ちょっとディフィカルです。今の質問の答えはちょっと難しい。もし答えますと、キャンディアです。あ、今持ってますから。おいしい。増田さんある日、その種類、キャンディを私に落としましたから。また買いました。あ、すいません。キャンディをプレゼントします。何が？心臓、自分の心臓の音。あなた、三味線のその本から聞きますね。読めないんですか？そうです。とっても静かです。どうぞ、どうぞ聞いてください。皆さんやる気出ますな。それで自分の心臓の音です。中にありますけれども、外に探してみると、どこから、どこから、源どこですか？ジャコジカみたいです。本当の中から出てますけれども、でいろいろ私はね、これエグザンプルね、レイを使って、どうして皆さんの本当はイメージを作るために私使ってます、その人で。なぜなら本当はそうしたらちょっと難しい、もちろんですね。そして我々いっぱいいろいろイメージのために、ですから本当はそれをするために主張して考えないと、自分でしないといけないんです。聞くだけであまり印象はできない。そのためには瞑想が大事です。コンテンプレーション、主張して。そうしないとそのイメージが出ないんです。そうしないと変化もできないんです。その変化の方法もちろんいろいろ、ヨガ、抑制する、コントロールする、で神様のことを主張して考える、それが方法です、ね、でそれが何ですか？とアビッキンヤムと、また18章のサルバスヘディティシティタム、ね、合わせて、もし我々は理解したいならはっきり分かりますですね。普通の一つの意味で、例えば理解できなくてもですけど、理解もできます。そうやって、リボーン。死ぬ前に死ぬ。どうですか？大丈夫ですか？お元気はここまで。